次に高橋静子君、はい、委員長。高橋君、はい、日本共産党の高橋静子です。昨日に引き続いてよろしくお願いいたします。災害対策基本法は昨年に引き続く改正でありますが、初めて基本理念が定義されるなど、まあ、大幅な改正でございます。しかし基本法の第3条、国の責務についてでありますが、国は国土並びに国民の生命、身体及び財産を災害から保護する使命を有することに鑑み、組織及び機能のすべてを挙げて防災に関し万全の措置を講ずる責務を有する、この肝心な部分が触っておりません。これ非常に重要だと思っております。ぜひ大臣にはこの責務を遂行するという決意も込めて、この後の質問にご答弁をお願いしたいと思います。それで今日は最初に、被災者の生活再建の第一歩である罹災証明の問題ですが、これ90条の2に初めて法定がされました。自然災害の定義は多岐にわたります。まあ、今回も地滑りや土砂崩れなどが新たに定義に加わったわけでありますけれども、その自然災害にはいろいろあるということ、それと同時に被害の実態も非常に多様であります。ところが依然として書き込むものは、罹災証明書に書き込む内容は全壊半壊といった家屋の被害状況のみが被害認定の基本となってまいりました。でやっぱりこれではですね、東日本大震災でも液状化など宅地被害などが非常に大きな課題となったわけでありますから、被害の実態がやっぱりちゃんと分かる、そしてそれが、まあ、その後の支援のね、大きな物差しになっていく、一助になっていく、そういうものであってほしいなと思っているんです。ですから今回法定されるってことが大きな契機になると思いますので、その中身と運用について実態に合わせたものにすべきだと思いますが、大臣に伺います。古谷防災担当大臣。お答えします。今回法制化をします罹災証明書の証明事項についてはですね、罹災証明書が被災者生活再建支援金や住宅の応急処理といった住宅被害に着目をした被害者支援措置の適用に多く活用されております。またかねて市町村において交付されてきている罹災証明書においても、住家の被害状況が一般的に証明事項に含まれているという事実を踏まえて、これを必須の証明事項といたしております。一方、不動産の被害など住家以外の被害について一律に罹災証明書の必須の証明事項とすることについては、これらの被害に着目した全国的な公的支援制度が乏しい中で、被害調査に関わる事務等に時間を要するなど、被災自治体に過大な負担を与えることになると考えています。しかしながら市町村によっては住家以外の被害に着目した支援制度を独自に創設することも考えられるところでありまして、今回の改正法におきましても、こうした地域の創意工夫を発揮することができるように、住家以外の被害で市町村長が定める被害の種類についても証明事項にできることとしております。高橋君。市町村長が判断をすればできるということは、前にも一度私質問したことがあるんです。ただそこをもっとね、踏み込んで例えば各自治体の活用の方法を交流するですとかね、お知らせしていくですとか、そういうふうにしていくことも含めて私は質問させていただきました。でやっぱり確かに今まではそういう、被災者生活再建支援法のように住宅の支援にの物差しになるからということであったわけですけれども、現実には、まあ、減税ですとか、あるいは医療介護の減免措置とかも今回図られましたしね、いろんな形で活用されるわけですよね。そうしたら被害は非常にあるんだけども、うちってどこだけに着目すると、いやまあ半壊にもならないわと、しかし土台は崩れてるわってことが今想起をされてるわけですから、大いに各地ではすでに始まっているその取り組みもね、大いにもう認めていくという立場で柔軟に活用していただきたいということで、むしろその方が
ありのままを出せばいいだけの話ですからね。 もちろん家屋はもちろん書くけれども、ありのままを書いていくということで大いに検討されていただきたいと思いますが、もう一言よろしいですか。古谷担当大臣。まあ、今回の改正においてですね、今私申し上げましたように、それぞれの地域の創意工夫が発揮することができるように市町村長が、定める種類の損害についてはですね、証明事項にできることとしていると、私はこれしっかり前進をしたというふうに考えておりますよ。ぜひそれはご理解いただきたいと思います。高橋君。はい、分かりました。ではその市町村の取り組みは前進したというふうに評価をされていると、まあ、そこから出発してですね、じゃあそのいろんな被害に遭った支援制度っていうのが実際どうなっていくかってことをまた今後の議論に生かしていきたいと、このように思います。それで今回災害救助法の所管を内閣府に移す、その理由は何でしょうか。古谷担当大臣。お答えいたします。災害救助法はその制定以来厚生労働省が所管をしてきました。各省庁横断的な施策の総合調整を行う内閣府が今度は災害救助法を所管することにより同法による救助の実施にあたり、例えば、応急仮設住宅の供与については住宅施策や関連業界との連携の観点から国土交通省、福祉施策の観点からは厚生労働省、あるいは被服寝具その他生活必需品の給与または貸与については経済産業省、学用品の給与については文部科学省など関係省庁との連携を一層強化をして対応していくことが今度は可能となるわけであります。それから内閣府が従来から所管をしている被災者生活再建支援法に基づく支援金の支給と合わせ、避難段階における救助から生活再建の支援に至るまで被災者支援の実施を内閣府に一元化をして国と地方公共団体間の事務及び連絡体制を簡素化をするということが可能になると考えております。このようにですね、災害救助法を厚生労働省から内閣府に移管することは防災行政を迅速に進めていく上でメリットは極めて大きいというふうに判断をいたしております。はい、高橋君。はい、災害直後の救助や救援あるいは避難所の設置などそういう当面直面する課題から、まあ、一貫して防災から復興までを内閣府が全部所管すると、しかも各省庁との連携もやっていくんだということでメリットが大きいという答弁だったと思います。で、私はそれをぜひ活かして制度の中でもねメリットを活かして整理をしていただきたいなということで今日は質問したいなと思うんですね。それで資料の1枚目を見ていただきたいんですが、被災者生活再建支援金の、まあ、東日本大震災における被災3件の支給実績がございます。で、一番左端基礎支援金、これが17万120世帯が100万円の基礎支援金をもらっていると。で、加算支援金は約半分になります。8万6438世帯、つまりここが唯一全部もらって自力再建を成し遂げたそういう世帯っていうカウントになるのかなと思います。ただ実態はその右側にありますように家屋の被害全壊半壊一部損壊まで入れますと76万1121世帯これだけの、数があるということではね、まだその実際にこの支援金を使っているところが、まあ、全体では2割以上強程度になっているということがこう読み取れるのかなと思うんですね。で、その上でめくっていただきまして災害救助法の応急修理と被災者生活再建支援法の比較であります。これは救助法が厚労省の所管なんだけれども今度は、内閣府に移るわけですよね。で、制度の仕組みが法定受託事務と自治事務とかかなりの違いがございます。で、問題はその次です。
3枚目を見ていただきたいんですけれども、この災害救助法の応急修理、これは対象となる被害が半壊以上となっております。そして所得要件もあるわけですね。でところが被災者生活再建支援法はこれ07年の改正によりまして所得要件を取っ払いました。でそういう経過があるにもかかわらず、なんでこっちは残っているのかってことを私がずっと言い続けてきたということであります。でこれに対して、08年 の, 11月 の, 法委員会の時に自民党の佐藤勉当時の防災担当大臣が、総合的な検討をしたいということをおっしゃいました。でいよいよもってね、所管が一つになるということでここを整理していく必要があると思うんですが、大臣いかがでしょうか。原田政策総括官。お答え申し上げます。災害救助法は10月から我々内閣防災に参りますけれども、現在は厚生労働省が所管をしております。先生ご提出 の, 災害救助法、被災者生活再建支援法、2ページ目に目的がそれぞれ書いてございますけれども、まさに発災直後のですね、応急的な救助をやるのが災害救助法、それからもうちょっと進んだ段階で、被災者の生活再建を担うのが被災者再建支援法ということで、それぞれ目的が違います。でそれぞれの目的に応じて、具体的なですね、制度設計も違ってきていると、そういうふうに理解をさせていただいております。はい、高橋君。はい、今の答弁を聞いていただいたと思うんですが、目的が違うんです。発災直後 の, 必要な救助をする、その範囲の中で応急修理というものがございました。だから所得要件はなかったんです。もともと災害救助法のこの応急修理には所得要件ありませんでした。それが2004年の中越地震の時に非常に大規模な災害があって支援をしなければならないからということで所得要件を新潟県がつけたんです。それをオールジャパンにしてしまったというのが経過なんですね。だからなんで半壊以上なんですよ。むしろ応急修理だからこそ一部損壊が使えて当然じゃないかと私は思うわけです。でこの下を見ていただきたい、ごめんなさい、丸三の方の下ですね。これ大変厳しいことを書いてるんです。応急修理の活用により当面の住居は確保できることから仮設住宅の入居対象とならない。これその中越の時に大問題になりましてね、そのことを知らないで使っちゃったと、使っちゃったらって仮設入れないんですかと、だったらちょっと考えるべきだったっていうことになるんですよ。たった52万円の現物給付を活用したことによって何年も可能な仮設住宅に入れなくなる、それはちょっと厳しすぎるんじゃないかということは、この制度を活用すべきはですね、52万円とあるいは支援金を足してもこれで自力で再建が可能なんだと、すぐにもできるんだっていう条件のある人と52万円の範囲で十分間に合う程度の本当に一部損壊、そういう人にこそ使われるべきなんだ。つまりそこだけ修理をすれば十分に暮らしていける、そういう人に使われてこそ本当の制度の趣旨なんです。どうですか。もし可能であれば増谷副大臣、せっかくおいでいただいているので厚労副大臣増谷健吾君。ちょうど委員の議論の最中にここへ座ってたもんですからご指名をいただきました。住まいのことに関してはちょうど業務を移管するわけでありますから、委員の指摘とも踏まえて今後総合的に検討しなきゃならんと思っている次第でございます。はい、高橋君。はい、副大臣には実は次の質問を用意していましたので急に振りましてごめんなさい。でただいい形で引き継いでいただきたいし、一緒に知恵を出していただきたいと思うんですね。で昨年の中央防災会議の、防災対策推進検討会議においてもやっぱりこの応急修理の事務が大変煩雑であると
で逆にだから半壊世帯以上は支援法に入れてしまえばいいと、そういう意見があったんです。でそういうことも踏まえて私は建設的な提案をしております。ぜひ大臣に検討すると一言お願いいたします。それでは担当大臣。この支援法ができたその趣旨というのがありますのでね、でその趣旨からするとですね、やはり対象を広めていくということは正直言って、制度の根幹に関わる話なもんですから、やはり慎重な対応が必要だなというふうに考えております。高橋院がいつもそのことを主張しているのはよく承知をいたしておりますが、我々としては今申し上げたように、慎重に、対応すべきであると、こういう考えです。高橋君。私が主張したのはですね、応急修理が一部損壊使えないのはおかしいということ、まずそこをね整理していただきたいと。そして半壊以上は支援法に入れるべきだと。こうすると全然何の支援も受けられない人がかなり救われてくるんですね。最初の表にあるように半壊世帯というのは23万を超えています。でそのうち応急修理を使えたのは8万6873件なんです。つまりこれ所得要件があるし、ね、年齢要件もあるんですよ。でとてもじゃないが、ね、対象にならないんです。そうすると何百万も実際にはかかるわけでしょ、半壊って言ったって回収には。そこに何の支援もないっていうのが実態なんだと。そこをよく、ね、見ていただいて、せっかく この一本化するメリットとさっき大臣おっしゃいましたので、そこを検討していただきたいということで要望をしたいと思います。そこで松江副大臣にぜひお伺いをしたいと思いますが、昨日仮設住宅の住み替え問題を質問をいたしました。でもちろんですね、仮設というのは本来長く住むところではありません。とはいえ公営住宅がまだできておりません。数百という単位なんですよね、実際にできているのが。それで土地計画の問題などもあるので何年もかかるってことが現実にあるわけなんです。そういう中で何年もかかる間に子どもさんが進学をしたりとか、親の介護でバラバラに暮らしていた家族が一緒に暮らさなきゃいけないとか、さまざま事情があると。それは当然その事情を踏まえて自治体が判断できるということに整理したらいかがかなと思うんですが、どうでしょうか。松屋副大臣。この点につきましては、応急仮設住宅、昨日の本会議で大臣も委員と議論されておられる姿を見ておりました。昨日も大臣が答弁をいたしましたけれども、応急仮設住宅の入居につきましては、先般被災地において今委員からお話がありました災害、公営住宅等の高級住宅が不足する場合などにつきましては、原則として特例法に基づきまして1年ごとに延長できる取り扱いを自治体に周知しているところでございます。一方で今委員からお話がありました住み替えに関する話でございます。で、この住み替えに関しましては災害救助法に基づく被災者の転居先としては、これは高級住宅が想定されているわけでありますから、昨日も大臣がご答弁しましたけれども基本的には難しいと考えているところでございます。ただし福島県から具体的な状況を言いますと、福島県から他県に避難された被災世帯が福島県内に帰還される場合は、これは帰還促進の観点もございまして住み替えを可能とする取り扱いをしているところでございます。昨日大臣がご答弁申し上げたとおりのことでございます。高橋君。その福島県からね、やっぱり出てるんです。で若い世帯は一度はもう住み替えをしちゃってると。そして高齢の親子なんですね、90代と70代の親子でとてもじゃないが面倒見なきゃいけないので3世帯が一緒に暮らそうと。そうすると今までは3世帯バラバラでした。バラバラだったのでそれぞれ6万ずつの救助の支援金が出ております。それが1世帯になると9万円の家賃なんだよと。9万円の家賃なんだけど1度目の住み替え終わっちゃったところには出ませんよってなって、その親子の分6万円しか出ないっていう、これ飯舘村から福島に避難している方の
事例であります。すると、ね、18万の保証するより6万の方が、9万の方が半分に済むじゃないかと、効率的じゃないかということを現場は言ってるんだけども、いや原則1回ですっていうふうな対応がされてる。でもやっぱりそういうことは柔軟でいいじゃないかと、その方が実態にも合ってるし、別にむやみにお金を使えっていうことを言ってるんじゃないと、まあ、そういうことをぜひ考慮していただきたいという話なんです。松屋副大臣。今委員から具体的なお話もございましたが、まあ、昨日も本会議で大臣が答弁しましたように、やはり災害救助法、この応急仮設住宅の、まあ、大原則、ここはですね、ここは基本的には変えることは難しいというふうに思っております。今委員がおっしゃったように、さまざまなケース、私どもの方にもいろんなケースの声が寄せられているわけでありますが、災害救助法の原則ということは、これは貫いていかなきゃならんと思っている次第でございます。高橋君、時間も経過してますから簡潔に願います。時間ですので大臣にもう一言と思いましたが、要望にとどめます。今この原則を曲げないとおっしゃると矛盾が起きます。もう承知していると思うんですが、本当に高台移転が可能なのは8年後とかそういうこと言われてて、じゃあ8年間仮設に住むんですかっていうことが当然問われてくるんですね。そうしたときに今言ったようなみなし仮設の、をいわゆる住み替えを考えるってことが現実的な対応として求められるってことになるんですね。そこを大いに考えていただいて、それは原則では済まない事態が今起こっているし、これからもっと表面化してきますので、ぜひご検討いただきたいと思います。終わります。